犬の起源。犬は現代社会において人間の最も信頼できる仲間の一つとして扱われています。しかし彼らの起源は何千年も前に遡ります。最新の研究によれば、犬は約4万年前に人間との関係を築き始めたとされています。犬の起源にはいくつかの主な説があります。最も広く受け入れられているのは、狼が最初の犬の原種であるという説です。狩猟社会において人間と狼は協力関係を築き、共同で獲物を追い詰めることで互いの利益を得ていました。この関係が長い時間をかけて進化し、現代の犬の姿が生まれたとされています。他の説としては、犬が独立した進化を遂げたという説もあります。この説によれば、犬は自然選択によって狼から独立し、自らの特徴を持つようになったとされています。いずれの説が正しいのかはまだ完全に解明されていませんが、遺伝子解析や考古学的な発見など、様々な研究によってその謎が解明されつつあります。現代の犬は様々な形や大きさ、性格を持つ様々な品種が存在します。これは人間が長い時間をかけて犬の遺伝子を変化、選択してきた結果です。犬は人間にとって信頼できるパートナーとして、家族の一員として大切にされています。犬の起源についての研究は今も進行中であり、その結果はますます明らかになっています。しかし犬が人間と共に歩んできた歴史は確かであり、私たちにとってかけがえのない存在です。最新の研究によって、犬の起源はより明らかになりつつあります。人間と狼との協力関係が始まったのは約4万年前であり、この関係が犬の進化につながっていったと考えられています。また、犬は自ら独立した進化を遂げたという説も根強くあります。自然選択により狼から分岐し、独自の特徴と性格を持つようになったとされています。犬の形や大きさ、性格は人間による遺伝子の変化と選択によって多様化してきました。様々な品種が存在し、それぞれ異なる役割や特徴を持っています。現代の犬は人間にとって不可欠な存在です。彼らは忠実で信頼できるパートナーであり、家族の一員として大きな役割を果たしています。